帯の中に眠ってるもう昔の見せたくないような写真までも全部今日は見せていきたいと思います。はい、はい、それでは早速いきましょう。せーの、負けない。一番昔ので2014年。やば、目もうあった、これ。え、やばい。え、目離れてない？いや、いや。あ、そうなんですか。これメイが高校入学した日、化粧してないし、うん、え、じゃあ目離れてる。目の幅一緒だ。一緒一緒だよ。太ってんのか。丸い、なんか顔が。じゃあ絵はね、はい、こちらです。ですね。あ、なんかいろいろまずツッコミどころが多くてですね、うん、私。え、待って、これ私服？私服。これなんか嬉しそう。上の服ですよね。子供用のタンクトップを着たんかって思う。一番注目していただきたいのはこのメイクなんですけれども、この当時私確か鼻毛をしてたんですよ、アイラインね。ね、あ、鼻毛って聞こえた。鼻毛してたんですよ。鼻毛。鼻毛を。なんか何気、2、3年前が一番黒歴史。嘘。本当にちっちゃい時はまだ可愛げがあるからいいけど、うんうんうん、2、3年前が一番の黒歴史。じゃあこれは？あ、それは黒歴史。これは多分小学校4年生くらい。あんた小学校4年生は黒歴史に入らないから。いや、でもなんか顔は別に一緒だよ、髪型くらい。おばさんじゃない。できない。芸能人のちっちゃい時って感じ。うそ。あ、昭和の。うん、そうだよ。ふざけんなよ。平成だよね。じゃあ次ですか。はい。どうぞ。せーの。でで。ごめん、待って。あの、なんかいろいろ丸くね。高校生の時なんですけど、これも。高校生見えないんだ。27歳ぐらいに見える。そう。なんかアラサーのインスタグラム。そう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 。草も割と血迷ってたんですよ、私。私の黒歴史です。これ出されてもエアってわかんない。わかんない。だえ、やっぱ目の大きさ違うよね。なんかこの時先生と顔交換するのにハマってたのね。うん、先生の前行ってクエって、うんうん、いきなり行って顔交換。その横練習をしてた時のうちら。絶対いらないよ、その横練習。あ、ほら。な、あれみたい。あの。こんな記事です。載せれないでしょ、こんな感じ。載せれないね、これ。ちゅうちゅうでも漏れてるやつはあるかも。あ、かわいい。これかわいくない？これはかわいい。アイドルみたい。これは漏れてるわ。いいですか、はい、顔じゃないんですけど、これ。服装なんですけど。はい、あの、やっぱり27歳。あらさ、インスタグラム。インスタグラム。この時は、この国で一番自分がオシャレかもしれないって思ってた時の写真なんですね。この時も普通に島村のとこ着てたし。うん、島村やバカにすんじゃねえぞ、お前。見て。え、かわいい。かわいい。飛び箱行った時の。飛び箱じゃない。飛び箱飛んでますよ。バセさん。これメインの LINE のアイコンにしようかな。今アイコンないもんね。そう。普通に忘れてたアイコンないこと。いや、常にない。病んでる。そう、病んでる。黒歴史。この口が可愛いと思ってたのね。だからね、他の口多分全部なんか全部半開き。でも高校の時のプリクラとか毎回同じ顔してるもん。そう。でポーズとかも多分その時の自分は気に入ってんのよ、それが。それが一番漏れるポーズだしね。うちコロナとか漏れてると思ってたもん。アイコンにしてた。髪の量やばくない？なんかホストクラブみたい。いるよね、こういうホストクラブ。いる。じわるの出てきた。あご外れちゃった。おばあちゃん。ちょっと待ってよ。やばいよ裏これ。コンコシさんのカーディガン盗んできた。この時はとにかく隠したかった時期で、これノースリーブのワンピースなの。だから腕隠すのに着てるんだけど。今の方が若返ってる。やっぱりあんた。毛量がホストクラブです。前髪の幅や。アルパカに似てる。どういうこと？これは漏れてるでしょ。ああ、それは漏れてる。なんかすっぴんでもプリクラは漏れてた。プリクラは漏れてた。それは、え、これアサミなの？そうだよ。眉毛どうした？唇どうした？加工な、これ。これがメイたちが中学の時にめっちゃ流行ってたブサイクカメラって言ってた。中二病です。これみんな多分ね、待ち受けにしたらお金貯まるよ。逆に減ると思うよ。待ち受けに
にしていただきたい。ワンタン大好き。声絶対太いよ。絶対太い。毎日ワンタン30本。なんか面白い。せんって感じ。マジトイザラス好きだったんだよね。エマ好きだった。懐かしいトイザラス。メッシュの。もういた。ああ、いたんだ、うん。子供いたから。これ可愛くない？漏れてる。可愛い。清掃。なんか都会の JK って感じよね、やっぱり。白と違うね。これを可愛いと思ってた時期が怖いもん。口の周り切った。誰それ？うん、嘘だ。うちだよ。やっぱなんか昭和だ。E6 のマークを消してないあたりがもう昭和。ねえ、やめてよ。平成だからどっちみち E6 もできたのが。昭和だ。これそうでしょ。うん、もうなんかこれも高校の時なんですけど、前髪こうやって流してるのがかっこいいって思ってたんじゃない。多分そう。高校生に見えないでしょ、うん、20代前半で髪の巻き方も分かんないから、うん、とりあえずこうくるくるすればいいんだと思って、うん、こういうわけの分かんないチリチリチリダメでしょ。はい、というわけでは、えおいおい、もう一回。というわけで私たちの黒歴史以上こんな感じになります。え、やっぱ一つ思ったのが、うん、垢抜けの時も思ったけど、うん、やっぱりさ、うちは田舎じゃんか、あさみ都会じゃんか、うん、なんかやっぱりなんだろう、違う、イモさが違う、うん、だってうちはやばいじゃん、あさみの時なんかすごい可愛いなって思ったもん、うん、あんたはなんかイモっぽいとか言ってるけど、うん、ありがとう。なんか都会の子って分かるような感じ。そうそうそう、何が違う。多分育ち、都会に触れてきたことはやっぱ違う。うちらは高校生とかがなってからやっぱ都会に来るようになったから、なんか畑から出てきたような気がする。だからもうもともとも土はもう剥がれてる状態の芋。そう、うちらは埋まってる状態でドロドロの芋から始まったから。なるほどね。そうそうそう。だからもうあんたとはこういう企画絶対やるから。そらすぐ思うんだもん、うちらね。まあ人はね、日々変わっていくから。はい、芋なりに頑張ります。そうそうそう。というわけで皆さんも恥ずかしい過去などいろいろあると思いますが、この際に見返してはいかがでしょうか。はい、バイバイ。アプキッズパ、黒歴史いかがだったでしょうか。みんなもぜひ黒歴史を漁ってみてください。私は今から洗濯を干していきたいと思います。それでは今日も元気にいってらっしゃい。バイバーイ。